ュラーキー。いよいよキックオフです。さあここからどう攻める。味方を攻めしますよ。フォローが遅いです。ゴール、エクセレントゴール。まさに電光石火、あっという間にゴールが決まりました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。さあここからどう攻める。これは惜しい。合わせた。シュート。ゴール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 。ダイナミックゴール。容赦なく得点を重ねていきます。もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早いです。ボナッツォーリ。シビリア。前が空いた。さあもう一度見てみましょう。ボナッツォーリ、彼は本当に視野が広いですね。おっと足がかかった。イエロー覚悟のプレーでしょう。バンブル。決まった。得点は4対0。さあもう一度。いきなり始まるドリブル。ボールを持たせています。キラーパスになるのか。オフサイドの網にはかからない。ファーサイド。ボールが宙をさまよう。これはファウルです。ここから打つのか。キーパー真正面。
抜かれた。折り返した。これは危険だ。ファーサイドに上げた。スペースを見つけた。ボールを囲んでいきます。中に絞ってきた。絶好調。ボナッツォーリ入った。ゴール、ブリリアントゴール。得点は6対0。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。よくしのいだ。ボナッツォーリ、いっけいっけ、ドリブル。危ない。センタリング。おっと、前半終了の笛です。後半開始の笛です。走り込んできた。得点は7対0。ゴール前で これはチャンス。中へ上げた。流れを止めた。合わせた。キーパーファンブル。ゴール。マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。大変な試合になってまいりました。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。後半10分経過。繋がればチャンス。アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール。ミラクルゴール。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。キラーパスになるのか。インターセプトを狙う。
ヘッドでつなぐ。ボナッツォーリ。マルキオーリ。ボナッツォーリ。決まった！ゴール！エクセレントゴール！さあ、もう一度見てみましょう。ボナッツォーリ。これはちょっと危険なプレーでした。イエロー。主審ファールを取りました。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。走り込んできた。ドリブルで上がる。これはコーナーキック。交代した選手がサポーターの声援を受けています。さあ、ここからどう攻める。ディフェンダーに当たった。これはコーナーキック。さあ、ここからどう攻める。ファーできた。打ってきた。ヘッドでつなぐ。シビリア。オフサイドにはならなかった。ファーサイドに上げた。ジャンプ。落ち着いて対処します。抜かれた。放り込んできた。ループシュートだ。ゴール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 。ダイナミックゴール。さあ、もう一度見てみましょう。この人の想像力は。これは危険だ。ここで折り返す。シビリア。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。大量得点による一方的な試合、それではまず中西さんに試合について伺いましょう。